どうも皆さん、きのこでーす。やっと来たよ、来たよ、仲間が来たよ。何が来たかというとですね、もうちょっと座っとるんですけど、こちらパンパカパーン、パン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 パカパーン、念願のソファーが来ました。ソファー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 。実はですね、かなり前にニコ&さんって私ソファーを頼んだのを皆さん覚えておられますでしょうか。で、まあ、ちょっと本当にすごい時間かかってしまったんですけど、やっと届きました。いやー、ありがたやありがたや。私がね、今回頼んだのは2人掛けソファーにしました。そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ、これ。ワッフルみたいですよね。美味しそう。で、この取っ手のところは、なんかキャメル、っていうかもう少し赤いブラウンかで悩んでたんですけど、このちょっとシックなタイプにして、で足のところこれもね同じ色にしてもらいました。でここのソファーの面の部分あるじゃないですか、この面の部分もなんかいろいろと選択できたんですけど、もうこのタイプにしました。ワッフルっていうのか分からんねんけど、めっちゃ可愛くないですか。そうなんですよ。でもともとですね、私はソファーはいりませんっていう風に言ってたんです。ソファーいりませんって言うとちょっとね、なんか語弊があるかもしれへんけど、なんか別にソファー必要ないやんみたいな、テレビいらんやんっていうのと同じように、ソファーって別に必要ないわとか思ってたんですけど、最近ちょっとですね、なんかソファーに憧れを持ち出してですね、ソファーのある生活いいな、家にソファー欲しいなっていうことで買いました。これで、でもカスタム全部込みで、送料込みで5万、6万かな、6万以下って感じかな、です。いや、本当に嬉しいですよ。ってことでね、ちょっと大きな態度取っちゃったんですけど、ソファーが来ましたっていう動画でした。ただそれだけの動画。ちなみにね、すごいね、このね、ソファー気持ちいいのか。もう稲穂がすごく陣取っています。かわいい感じでございます。まあでも念願のね、ソファーが届いたので、私はこれからここで配信ができるというね、素敵な、素敵になりました。あー、来年中しているよ。そう、結構稲穂を抱っこしながら話すのとかも、椅子がちょっと高かったりもして、なかなかできなかったんですけど、これだったらね、できそうなので、嬉しいですね。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。ゆきととじきのこでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。